じゃあとりあえずね、前の動画で東急のね8500系紹介だけしましたんでね、今回も先に紹介とね、前回のあの東急、前の東急ね、動作確認するの忘れたんで、今回ね、動作確認していきたいと思います。続いて紹介するのはこちらですね。製品番号56911、グリーンマークさんで支給された、名鉄線系のブルーライダーですね。一応ちゃんとね、名古屋鉄道製品化許諾済みってことでちゃんと出ております。まあ、このブルーライナーっつったらね、今から10年ぐらい前かな。宮沢模型ってあの、なんか販売店さんから、まあ、グリーンマックス製造で出てたんですけど、まあそうですね、当時俺、それ知らずに買えなかったんで、まあ、多分10年以上前だったんで、そもそも10年以上前ってギリギリ俺、模型やってなかったんですよ。俺やり始めたのは2011年なんで、だからギリギリ目買えなかった時期があったんですけど、まあ、今回はね、運よく、あのちゃんとね、新品予約から、買いましたんでね、まあ、良かったかなと思います。ちょっと待ってください。最近ね、前の動画で東京に、ね、接着剤つけたんで、それがうまくいってるかちょっと確認しますよね。大丈夫そうですね。したらね、今回もね、動作確認はちょっとね、前の動画し忘れたんで、したいかなと思います。よいしょ。じゃあまず、名鉄一線系に関しての説明はない感じか。今回、アンテナ多いなぁ。番号振られてんじゃん。E とか D とか。そっか、説明書ちっちゃいしかないんかな。まあ一応、今回の名鉄線系、確かあれかな。俺が生まれた年かなんか残ったのかな。確か、1997年に、なんか名鉄のなんだっけ忘れたんだけど。確か何かをかあの記念して、確かラッピングされたんですよね、これ唯一に。まあ、詳しいことはごめんなさい、メンテスに詳しくないんでごめんなさいね。一応ね、ステッカーこちらっすね。まあ、今回ね、全車特別車ってことで、こんな感じでね、号車表示も、結構貼られておりますから、全然見えねえんだよな。あ、一応あれっすね、来月発売される、てかもう明日は9月なんですけど、9月に発売される、パノラマスーパーのノーマルカラーですね。一応それと並結してもように、1号車から、8号車まで入ってる感じですね。一応、側面の癖こんな感じ。見にくいんですけど、全然読めねえ。ダメだな、俺のカメラ。一応、こんな感じかな。岐阜西尾、港和内海でいいのかな。違うわ。岐阜豊橋、全然読めねえ。そうですね、岐阜、豊橋岐阜、特別扱いかなんかの豊橋岐阜で特急で豊橋西尾、港和、宇都宮。で、下かなんかに、なんか階層が入った後、こっちが豊橋、どっか西尾、港和、宇都宮、読めねえ、犬山か。で、これが読めねえな。全然読めねえ。字がちっちゃい。そうですね、全然読めねえ。てか、今回あれだな、ずいぶん行き先豊富だな。名鉄知らねえからこそ逆に豊富って言うな。一応、回送試運転脱退化してもあるし、こっちにもね、なんか普通列車扱いのがありますんで、登場時か、こっちは。ちょっとこっち、青字は登場時みたいですね。わぁ、俺じゃめんどくせえから、あ、これにしようかな、特別快速かなんか。全然ピンと合わないんだよね、このカメラ、ぼついから。ちょっとカメラ壊れたな。特別なんとかって書かれてるんだけど全然読めねえんだよ。字がちっちゃい。まあ、豊橋行きって書いてあるんで、そうですね。豊橋ってあるか、JR と共通駅か。全然読めなくてすいませんね。うん、じゃあ岐阜行きにしようかな。でも、あ、そう、名古屋来てないですね、この特急。ごめんなさい、パナラマスーパー詳しくなくて申し訳ないですけど。岐阜行きにするか悩むな。確か昔どっかのさ、なんかあれだっけ、確か線路との併用橋のところを走ってたんだっけ、この車両確か。一線系時代の4両は。ちょっと詳しくなくて申し訳ないですね。正直ね、名鉄はね、全くもって分かんないですよね。唯一分かるのは、ターミナルの名古屋駅が、確か2面3線だっけ、ホームで言う。線路で言うと、あ、ごめんなさい。3面2線か。ホームで言うと、両端と真ん中に、まあだから対向式ホームと、確か島式真ん中に入れて、カーブがしてるすごい駅ってことだからですけど、本当に詳しくなくてすいませんね。で、一応じゃあ、ここから車両見ていきましょうかね。これがちょっと海側山側になるのかわかんないですけど、これが1007っすね。一応ね、この青のラッピングされた車両に、白のね、屋根パーツが、結構ね、結構そうですね。あれっすね。で、今回の車両ってね、なんか、印刷の割には結構綺麗なんですよね。ツイッターにも書いたんですけど、グリーンマックスの、印刷って言ったら、例えばなんですけど、京急のリラックマとか、こういうね、印刷の部分の段差とか、結構なんつうの、印刷のフォトみたいなやつが結構際立って目立ったんですけど、今回のね、イルカとかラッコ、このでかいやつってね、結構綺麗に印刷されてるんですよ。こういう感じで。まあ、ザラザラ感はありますけど、正直ね、そんなに気にならないかな。今までのやつ見てくると。で、ちゃんと車番も1007で、一応前面もね、このブルーライナーって書かれてるやつですね。で、本当は今回、カプラー交換したかったんですけど、モデルズイモン全店舗、ないみたいなんですよ、在庫が。まあ、本当は別のパンタグラフ会に横浜行った時についでに行ったら、なんかなくて、店員さん親切で全店舗ないですよって教えてくれて。
そうですね、探してるんですよね。この、確か0380ってカプラかな。で、反対側こちらですね。片側が水族館で片側が、動物園なんですかね、これ。動物園って言ったら犬山かな。確か昔名鉄で犬山動物園っていうのなかったっけ。ちょっと詳しくないんでごめんなさいね。まあ、SL に乗った、猿と、まあ、猿と、白と猿ですね。で、シャバンも1000なのと。で、今回なんか、ここの、端っこのパーツは印刷で見たいですね。ちょっと詳しくなくて申し訳ないですけど。なんかここのね、なんか特別有事みたいなやつを、印刷みたいですね、こういうところも。そうですね、名鉄のロゴも全部印刷済みなんで、結構そうですね、ステッカー貼るだけなんで、まあまあ個人的に楽かなと思いますね。ただ、ステッカーをちょっとどうするか悩みますけど、岐阜行きかなー、でもどうしましょうかね。豊橋行きにするか、悩むって感じですかね。で、こっちが、1057ですね、モーター車でございます。非常にこちらも、水族館ですね。まあ、何かわかんないけど、タコと、アシカ動物に関しては太い。で、こちらも、ね、一応、車番は綺麗に印刷されて、ここの部分ですね、印刷されております。と結構ね、見た感じ、いい出来かなと思いますね。で、反対がこんな感じ。こっちはあります。ちゃんとこの、なんていうの、乗務室みたいなやつも再現されてるんですね。そうか、乗務室はもともと二両編成だからあったのか。あの、なんだっけ、確かこいつってもともと1000系でデビューしたと、確かあれだっけ、分割されて4両かなんかの一般車で組み込まれたんだっけ。1200系だけ確か。俺詳しくないんでごめんなさいなんですけど。なんか確かにここもともとあるわ、あの、なんか準備室みたいなやつ。準備室っていうか、乗務室こっちはすごいですね。猿に、観覧車に、動物園なんですかね、これ。ちょっと犬山確かなんか動物園かなんかあったのしてるんですけど、ちょっと詳しくないごめんなさい。ただすげえな、これヒューズボックスつけて、ここだけで少なくてもパーツが4つか。わー、これ後でめんどくさそう。ただ今回、東急は10両なんですけど、名鉄4両なんですげえ楽なんですよ。ただ今回ね、もう紹介とステッカー貼り付けは絶対分けますんでね。じゃないと俺がね、切れてプチっていきそうなんで怖いんですよ。で、なんかウレタンの切りかけがあるみたいなんですけど、これ邪魔なんですよね、正直。まあいいや。こっちが1100、何番だっけ？やべ、忘れた。ペンチ。ちょっと待ちください。あの、修理代表が邪魔すぎた。ちょっと待って、一回説明書開けるか。よいしょ。1157だっけ ?1107 だっけ？あ、1157か。よいしょ。非常にこっちも、人魚姫に、マンボウかな？で、こっちもピンクイルカに、カニがありつつ、イカがありつつ。そうですね。まあ、いい出来っすね。個人的にね、まあそうですね。ボディに関してはいい出来なんですよね。難点が1個だけあるとしたらライトユニットなんですけど。で、反対こっちっすね。なんか、城みたいになりつつ、猿がありつつ、見ざる言わざる聞かざるか。いや、そうでもねえな。俺的に猿っつったら見ざる言わざる聞かざるなの、宇都宮のあれが3ザルかかったんだけど。これなんだろう、丸ザル、ホケザル、わからざる。全然わかんなくてごめんなさいね。でもあれかな、一応当時これ、デビューしてた時に、だから今からほんと20年目か。ちょうど、俺にプラス20だから、絶対年齢的には40代、50代の方が。多分何かわかるんですかね、これ。でもあれか、40代、50代の方だったら、とっくに宮沢模型のやつ買ってるか。わからんけど。俺袋入れてるんで、ちょっとウレタンスペースがね、キツキツになっちゃうんですけど。上がモーター車だから念のためのこれなんですかね、ちょっとわかんないですけど。で、こっちが、最後ですね。1107。マンボウがありつつ、まあ、人手と、亀ですかね。あとなんだっけ、これ。わかんないけど。なんかありつつって感じで。で、反対側がこんな感じで。ただ、この車両すごいところって、前の車両と繋がってるんですよね。まあ、ちょっとお見せしますけど。まあ、こっちも猿がありつつって感じですかね。一応ね、こちら前からず、ブルーライナーは印刷済み。でね、この繋がってるって意味がね、すっげえ面白いんですよ。結構ね、綺麗に印刷されてるんですよね。例えばこれ、1100番台のユニットなんですけど、こういう感じでね、カニの部分が繋がってたり、逆にこっち、モーター車同士なんです。パンタ車同士なんですけど、こういう感じでイカが繋がってたり、結構ね、いい出来っすね、これ。いや、これは正直買ってよかったな。まあ、ライトユニットが何点あるんですけど、正直俺はそうですね。買わずに、まあ、買わなくて後悔するのと、これ買ってよかったどっちかな。まあ、正直買ってよかったっすね、個人的には。まあ、もともと、メンテツのブルーレイに関しては、俺当時、プラレールかなんか買ってもらってて、確か持ってたかな。持ってたっけな、覚えてないですけど。まあ、結構、そうですね。唯一、メンテツで俺が覚えてる車両ってこいつだけだったんですよね。まあ、もともとメンテツでお金もなんか、なんか、鉄仮面の6600系だっけ、なんかいろいろありますけど、個人的に唯一俺がメンテツで、ほんと、記憶にある車両って言ったら、こいつだけだったんですよね。7000系列もね、なんか、プラレールの、あ、プラレールじゃねえ。なんか、乗り物探検でとか見た記憶あるんだけど、あんまり覚えてないんですよね。ってわけで、じゃあ、そうですね、一応動作確認だけ、しましょうかね。まあ、ライトがどんな感じかだけ。レールがあった。レールが遠くなっちゃってる。それになんか、ぐるぐるパンになってるね。わー、これひでえな。ラリってる。一回線抜こう。ちょっとね、パーパックの線がね、なんか完全にラリっちゃってて、ひどい状況です。まあ、もともとは結構こういうのって配線適当にやっちゃうんで、多分下手すら切れたりもするんですけど。あ、なんかひでえな、ほんと。
とレール汚いから磨くか。今パーパックの準備できましたんでね。一応ね、左側が、ヘッドライト、右側がテールライト点灯するようには、しましたんで、お待ちくださいね。これとか線が固定されてるからやりづらいのか。すみませんね、これ机がね斜めになっちゃってから、ね、ブレーキとかないと落ちるんですよね、こういうふうに。ちょっとお待ちくださいね。よしっと。これ、ね、元々ね、布団の上に置いちゃってるんで、俺机これ。ちょっと斜めちゃってるんですよね。右がとりあえずテールライトが先に光る1100と、左側が先にヘッドライトの1000番台ですね。つけるとこんな感じ。一応ね、ヘッドライトつくときには前面の相性盤つくんですけど、テールライト時にはね、つかない仕様になっちゃってるんで、ちょっと寂しいですよね、そこが。実写見るとね、両方で光るみたいなんですけど。そうですね、そこが唯一、今回グリーンマックスが失敗とかさね。で、明日の1600系、つい最近発売されたあの3両編成の1600系があるんですけど、あいつも確か、なんかテールライト時だとライトユニット光らないみたいなんで、もしかしたらライトユニットの基板、共通化されてるかもしれませんね。直近の明日で。まあちょっとそこがね、唯一ライトユニットが残念なところなんですけど、まあ旧製品の俺1000系持ってないんで、4桁時代の1000系とか。当時の4桁時代の1000系とかが、まあこの相性版光るのか光らないのかによって、まあちょっと変わっちゃうんですけど。そうですね。まあちょっと唯一そこが残念なところですかね。で一応じゃあ元社も、ちょっとだけ確認して終わりしましょうかね。そしたらこの後ちょっと東京の方からね、加工動画バンバン入りますんでね。あ、これ、電力マックスにしてた。なんか脱輪してないけど変な音しますね。こんな音なのかな？まあいいんだけど別に動くよ。若干言ってるような音しますね。まあ別に問題はないからいいけど。まあ最悪なんかあったら動力ユニット外して台車外して、まあ壊れ動力変えればいいだけなんでね。まあその壊れ動力も結構バカでかい値段するんですけど。鉄コレの動力に比べたら安いか。まあそんな感じなんでね。よいしょ。まあとりあえず今回ね、名鉄の一線系の、ブルーラインなんですけど、まあ個人的には欲しい人は、そうですね、早めに買ったらって感じですかね。まあ俺はやっぱり名鉄ファンじゃないんですけど、まあ唯一知ってる、まあ唯一、まあそうですね、ちゃんと記憶にある、まあ名鉄車両だったんで今回買ったんですけど、どうなんですかね、結構売れてるんですかね。まあやっぱり当時ね、20年以上前のラッピング電車だけあって、まあちょうど24年前か。俺が生まれたのがほんと97年の6月なんで、ちょうどだから俺が生まれた年にラッピング終わっちゃったんで、まあ、俺が生まれた年って何月に生まれたかちょっと俺もちょっと存じないんで申し訳ないですけど。ただ個人的にそうですね。まあ、ライトユニットにさえ目つぶれば、そんなんつうの、車体の印刷自体で考えると、正直かなりのいい出来ですね。まあ俺は正直、そうですね、こっちはライトユニットダメに関して、まあちょっと付属品が多いっていう難点はあるんだけど、一応付属品が多いですよ。アンテナが B だけであるし、一応ヒューズボックスが C、D あるし、周期抜きが A と F か。結構ね、アンテナが多いんですよね、この B、C、D、E、F、G と。少なくとも付属品が6種類あるんで、そのめんどくささあるんですけど、まあ正直そうですね、5つ星って考えると俺は4つつけていいと思いますね。まあ妥協してたりしてるかもしれないけど、まあ正直4つ半かな。結構ね、個人的にまあ多分個体差はあると思うんですけど、車両自体に。ただ個人的にそうですね、俺はこれは買ってよかったかなと思いますね。まあそんな感じのね、名鉄線ですね。ただ唯一失敗したのはね、GM が今回これノーマルスリーブでノーマルケースで出したんですけど、これは正直言って唯一失敗したところですね。そこら辺はね、もうちょっとね、ケースに関してはね、頭使ってもよかったと思うんですけど、しかもね、シールの貼り方も雑なんだよな。スリーブこれ真ん中に入れてさ、シールが思いっきりずれちゃってんだよね。うん、そうですね。ちょっと細かいところ気になるのが俺なんであれなんですけど。そうですね。まあそうですね。欲しい4つ半かな、個人的には。まあ個人的に欲しい方はね、ちょっと、まあそうですね。金銭的なあれかもしれないんですけど、まあ個人的なおすすめは俺はしたいかなと思いますね。まあ、とりあえずね、この後、東京の、加工動画とかもバンバン入りますんでね、興味がある方はいろいろ見てみてください。ではまた次回の動画でしょ。ありがとうございました。